こんにちは、ケイドラです。今日はモンスト8周年のイベント放送がありまして、僕もたくさんね、出演させてもらったんですけども、本当にね、皆さん、M4 の応援だったりとか、まあ、Twitter でのリプとかたくさんありがとうございました。放送自体も結構ずっと盛り上がってた気がするんですけど、いろんな重心化情報があったりとか、アップデート情報があったりとか、コラボ情報があったりとかしたんですけども、ひとまずね、皆さん本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。まあ、モンストがね、8周年っていうところで本当におめでたいところなんですけども、9年目のモンストもね、M4 としてだったり、まあ、一 YouTuber としてだったりとか、個人的にもね、一ユーザーとして、モンストを楽しみながら盛り上げていけたらいいなと思っております。本当に皆さんお疲れ様でした。はい。というところでね、長くなっちゃったんですけども、リゼロコラボ、0時から来ました。というところで、結構今疲れてて、頭回ってないんですけども、まあ舌も回ってないんですけども、ガチャを引いていこうと思います。はい。まあ定期割合はいつも通り、合計 3.6% でコラボの当たりキャラが出ます。はい。まあ結構星4号のキャラとかも強かったんですよね。この子とかもすごいですよね。なんで、まあ、とりあえず、コンプ狙いでね、引いていこうかなと思います。では、行きましょう。コラボの特別演出は、今回もあるんでしょうか。さあ、今のところは、普通ですね。その、僕、リゼロコラボじゃなくて、リゼロ自体が見たことなくて、いろんな方にね、見ろ見ろって言われてるんですけども、はい。まず、来ましたね、星4号キャラ。コラボ中に絶対見ようと思ってます。これは。絶対見ます。はい。え?これ、エミリアさん?マジ来た。マジか。引き強いな。からの?まあ、さすがに、うん、ですよね。で、次止まれば、もうコラボキャラ残り2体どっちかなんですけど。はいはいはい。まあ、10連は良かったですね、割と。キャラも結構豊富っぽいので、まあ、結構知りたいんでね。まあ、前からまあ気になってたアニメなんで、見よう見ようと思いながらも、まあ、きっかけがあまりなく、まあ、今更見ても遅いかなと思ってたんで、なかなかね、見れなかったんですけど、今回いいきっかけなんで、見ようと思ってます。すごい楽しみです。アニメ2期もやってましたけど、総比。イケメン来ましたね。アニメ2期も、今放送中なんですか?終わったんですか?そこわかんないですけど、まあ、ちょっと前なんか話題になってましたよね。はい。なんか SEO がやってる時ぐらいにやってた気がするんですけど、気のせいかな。アリチゼーションの、まあ、最終章ぐらいから。その前にやってた気がするんですけど、気のせいかな。はい。まあ、すいません。ちょっと今日背景がいつもと違うと思うんですけど、周年放送があった後に、まあ、モーセがね、速攻重心化するっていうところで、もう時間がなかったんで、ホテル撮って、ホテルから、配信して、そのまま、撮ってます。はい。明日というかまあ、12時間後には、ね、小町重心化するんで、これはバルムンクね、はい。小町重心化するんで、急いで帰って。まあ、今日はホテル泊まるんですけど、早めに起きて、帰って、準備して、小町使ってみたも12時に間に合わせるつもりです。はい。お願いします。これはド忘れでした。あの子よ、去年の、そう、去年重心か、ペルセポネとホトリちゃん。はい。まあ、今のところ1体ですけど、なんか使ってみたを見た感じ、まあ、レムがちょっとワンパン枠なのかなみたいな感じでしたね。確か。めっちゃ出るやん。アイミーラさんまた出た。はい。だから弱点にちゃんと当てないといけないけども、まあ、わかりやすく言うとキリトタイプなのかなっていう感じなんですけど、まだわかんないですけど、弱点にちゃんと当てれば、大ダメージが見込める可能性がありましたね。まあ、アルカリア弱点倍率25倍だったんで、ちょっと分かんなかったんですけど、来た。お、来た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 、レムちゃん。いいね。青色。アポロ、アポロやん。重心化解するアポロやん。はい、よかった、レムちゃん。これが超バランス型にできるんですよね。あー、いいね、いいね。うん、まあ多分今回の大当たり役かなって個人的に今の段階では思ってるんですけど、
はい、ちょっと楽しみですね。アポロさん出ました。アポロ結構音曲の方身近で多いんですけど、アポロ X はアポロもそうか、あのコネクトスキル、ラックスキル100以上ありましたよね。はい、ラックスキルじゃない、合計ラック100以上。スマッシュ、はい、コンプまで残り1体ですけど、まあ、今回オーブ先行用意してるんですけど、できればまあ、レムちゃん多めがいいかな。うん、エミリアさん3体目きた。おっと、ケラウノスとドロシー出るね。すごい星5率は結構いいよ。こう、あ、でもそういえばコラボ特別演出まだないっすね。多分あると思うんですけど、さすがにあるっすよね。見たいな、こんだけ引くんだったら見たいですね。はい、90連しました。 EX おまけ、こっから何が出るんやろ。おお、来た来た。いやマジこれアニメ知ってたら激アツなんでしょうね。まあでもリゼロっていうからなんか戻るような感じはするんですけど、なんかタイムリープ的な。おお4体目か。まあ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 出てるからいいけど、うん、スピードですね。あ、バランス2体なんですね今回。はい、てか全員貫通でしたね。貫通貫通貫通でしたね。はい、で星4号も1体貫通で、もう1体が反射かな。そろそろラムちゃんが欲しいし、レムちゃん2体目も欲しい。出る、あ、待って、イエクソマキちょっと見ますね。ダイスあんのかな。え、あ、あるやん。やっぱこれからずっと入るんですね。前まで重心力のところやったのかな。どうなの。さあどうかな。お、来た2体目。お、え、ここでピムスを引くという強欲さよ。そして雨のうずめ、雨のうずめ、雨のぬぼこよ。雨のうずめってあれやったっけ。雨のうずめ貴族生や。すいません頭回ってなくて。はい、ラムちゃん欲しいね。お、マルトゥーク、はい、ミラクルミ、ラムちゃん。でも、まあ、確定は1回見れたからもうすごい、そこは良かった。1回も見れないのが一番寂しいからね。止まれ止まれ止まれ、止まってくれないか。星4号は、あ、獣神玉あるやん。待って、何がなくなったのこれ。前まであったやつ、うーん、ああれか、普通にあれか、次回最初戦型の書で次回から8個やったっけアイテム。じゃあ単純に1個増えただけ。あれ、いや覚えてないな、こういう感じやったっけな。もし覚えてる方いたら教えてください、お願いします。いや頼むよ、いやちょっと怖い、この感じ怖いやつ、コンプできないパティーンのやつあるよ。マジ星玉、最近星玉僕ついてるんですよ、運が。よし、これは来た、もろた、もろた。エミリアさん5体目、いやさすがにね、さすがに5体も出ないですよ。ああよかったよかったよかった、振り投げた。 OKOK、 まあとりあえず3体目のレムちゃんです。あとラムちゃんが残り1体出したいんですけど、止まれば勝ちです。止まれば勝ち。止まれば確定。ジェラルドさん。豆知識、ジェラルド G の G は頑張れらしいですね。はい。
ババゾンさんが言ってました。おおっきょ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 、いいよこれで止まってくれ、マジ頼む、止まって3体出ろ、止まれ、おっしコンプギリギリやったね、ちょっと危なかったけど、オッケーコンプしました、ありがとうございます。もう一体出ろ、もう一体出ろ。スキッティどうしようかな、おまけやと、あダイスが残ってんのか、これ引くしかないですね、うん、ダイスはいただいておきましょう。はい、でできたらラムちゃん2体出したいけど、出てくれ頼む、お願い、あーエミリアさん。あダイス出ましたね、ステッキももうどうせならいただいておきましょうということで、お願いしますよ。はい、今日ちょくちょく確定が出るからすごい楽しいけど、なしか、ルビーからの、いや悩むな、次10連一発で、あ星玉行きましょう、うん、こうなったら、ここまで引いたら、よし、ドン、おっしゃ確定出ましたね、これはいただきましょう。いやーでもエミリアさん来る可能性高いな、結構疲れてますからね今日。モッカさん、あレムよかったー、でもラムちゃんが欲しいな、はい、いきます、これで出します、これでラムちゃん一体出して星玉でもう一体出します、お願いします、確定はなし、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ミラクルミンやし悲しいミラクルミン悲しい、もう一回ぐらいコラボを確定ないか、これ現代僕結構星玉出るんですよね、ベビーアーク、まあまあうん、まあしょうがないですね、はい、まあこれぐらいにしておくか、まあこのキャラはでもユースピアップ便利そうやね、うん、やっぱもう一体引いちゃいます、はい頼む、よし確定、引いてよかったって読ませてくれる結果でやることを願っております。オーブ全部使いましたからね、はい、お願いお願いします、お願い、いやー偏ったなー、これはまあベルは嬉しいけど、6体出たのか、エミリアさんが6、レムちゃん4、ラムちゃん1、まあ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 いい方だとは思いますけどね、全然いい方だと思うんですけど、まあ偏っちゃったからラムちゃんがちょっと使ってみたら難しいんですけど、ちょっとまあいろいろね、ちょっとこの後元気があればね、いろいろやってみたいんですけど、一旦動画は、ね、ガチャ動画はここで終わりたいと思います。はい、よかったらね皆さんの結果も教えてください。本日はご視聴ありがとうございました、ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いします。それではバイバイ。